ひろゆきさんの見解を伺いたいです。あれ、山梨県かなんかのやつですよね。で、その大体の問題って殺さなくても解決するので、本当に殺さなきゃいけないような状況ってなかなかないので、なので、殺人ってそこまで多くないんじゃないかなと思うんですよね。要はなんでじゃあ殺人って起きるかっていうと、みんなその自分の感情のコントロールができなくて、ムカつくって言って刺しちゃうとか、お金が欲しいって言って強盗しちゃうとかで、基本殺人って頭の悪い人がやるんですよ。で、頭のいい人が殺人をしなきゃいけない状況って考えると、殺人をしないでその問題を解決するってなるので、で、頭の悪い人が、じゃあ完全にバレないような完全殺人ができるかというと、頭が悪いからできないんですよ。なので、なかなかバレない完全殺人っていうのはないよねという。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではヒゲおやじでした。バイバイ。